頑張ろう。ダーボールレッツチャレンジだ。今日は作って遊ぼうホバークラフト。よいしょ。おっとこれだったもういい加減にして。神田さん、熱帯魚の秘密です。皆さん、熱帯魚飼ったことルーさんありますか？私はね、チャイルドの頃から、はい、グッピーだとかエンゼルフィッシュなんていうのを飼ってましたけども、ね、今はどっちかっていうと川魚、ロブチ、つまり土壌を飼ってますね。今日の収録の中でルーを使ってらっしゃいましたね。ルーを話すようになったからきっかけって何なんですか？やっぱりその小さい時に父からこう、まあ、さんとかそういう英語をですねやっぱ聞いてたん でそれがやっぱり影響が多かったんじゃないかなと思ってます。ニコラス、思い出のプライズ場所です。あ、どうもどうも、お久しぶり。こちらでいいの？はい、はい、ありがとう。じゃあ、菅さん、いつものやつ。あ、いつもの18番のチキンピザ、はい、お願いします。はい、はい、しまいました。こちらのお店には長いんですか？はい、こちらのお店来てからは。そうですね、もう小学校の頃に初めてこの場所ではなかったんですけどね、ニコラスっていうのは六本木の駅の近くにあったんですよ。で、こっちに引っ越してきたんだけども、その当時から通ってますから。18番っていうのはいつも頼んでる？そうですね、小学生の時に初めて、その当時イタリアレストランで食事をするなんていうご時世ではなかったんですけども、たまたまおばに連れられて、食べた味が忘れられなくて、家に帰ってそれを報告したら、じゃあみんなで食べに行こうって父親に言われて、で、そうですね、年に 2,3 回みんなでこのニコラスに来てピザを食べるというのが、大柴家のなんか恒例になりました。うん、はい、お待たせいたしました。うわー、チキンです。そうなんですね、これです。じゃあいただきます。18番、うん、これは見たところ何が入ってるんですか？チキンだけですね。チキンだけなのに、なぜそこまで惹かれるんでしょうか？やっぱり小学生だったんで、あんまりその凝ったものって食べなかったんで、チキンも好きだったんで、じゃあチキンだけのって頼んじゃったんですよ。それを食べたらもう54なんですけど、やめられなくなって、年にやっぱり今でも通いますね。すごい熱いわ。ちょっとここのところがもう一番好きなんですけど、だからこれを食べると、その当時のことが蘇ってきたり、仲が良かった父と母がワインを飲みながらね、なんかこう楽しそうな会話をしてるのをこう横目で見て、これを食べてたことを思い出しますね。本当に日本一幸せなファミリーだと思ってた時期がありましたから。じゃあこのピザっていうのを一言で言うと？そうですね、家族の味ですね、やっぱりね。仲の良かった時の家族の味です。僕は印刷業を営む両親の下で産声を上げた。父さんは評判の美人だったお母さんと恋に落ち結婚。
母さんには2人の子供がいた。父さんは養子に入り家業を継いだ。リジカル磯部両エースの打ち合いであります。打ち合い結局磯部が勝ちました。日本勝ちました。そして強引でスパイク決まりました。14対13でついにまた日本サーブ権を奪い返しました。日本サーブ権を奪い返しました。これが6回目のマッチポイントでやります。宮本サーブレフトハンドグーッと打球が伸びた。前方に返った。軽くボールをプッシュ。日本コートに入った。でまた攻めてこう。発想は朝一ですよ。もうみんな金メダル。あなたどこ行ってんのよ。相変わらずだなあの人は。思い立ったらすぐに何でもしちゃう。それがうちのお父さんだった。スパシーボところで、なんで写真なんか撮るの？面白いからじゃないか、マイグレートボーイ。さあ、次はチャフラフスカ言うぞ。さあ、スタートラインから。そうそうそう、走ってきて。よし。ディアマイさん。日本人とは思えない変な人だった。父さんは満州生まれのハルピン育ち。お金持ちの家に生まれ、英語、ロシア語、中国語が話せた。誕生会にはいつもいっぱい友達を呼んだ。ただいま。ただいま。ようこそ。そんじゃね。ねえ、トールくん、幼稚園の時は前田トールだったのに、なんで今は大柴トールなの？え？お待たせだったわね。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my dear Toll. Happy birthday to you. My dear sir, my dear. Yeah, yeah, Kim Ha-jin, you came here. Welcome, welcome, welcome.
お父さんがいると何でも派手になった。あの子はルイジアナママ。やってきたのはニューリン。ゴールンヘアナイズブルー。マイルライフディキシークイーン。マイルジアナママ。ロミオリン。何でも楽しかったけど、かなり恥ずかしかった。誰があの子を射止めるか、街中の噂。なんだよ、お前の父ちゃん、ジャストモーメン。ハッピーバースデー、マイサン。アマレクソテ。恥ずかしいと思ったけど、父さんの悪口を聞くのは嫌だった。あの子はルジアのママ。やってきたのはニューオリン。髪は金色、目は奥、本物だよデクシキン。マイルジアナママフロムニオリン。あの子はルジアのママ。やってきたのはニューオリン。髪は金色、目は青く、本物で。いつしかお父さんみたいに目立つことをするようになっていた。フロムオリン。よっ。あの子はルジアのママ。やってきたのはニューオリン。髪は金色、目は青く、本物だよデクシキン。それじゃあ、カッパと殿様の配役をみんなで決めたいと思います。まずはカッパの親分の役ですよ。誰かいませんか？頑張れる人いませんか？大芝くん、頑張れる？はい。では大芝くんに決定です。これからは絶対に人には悪さ。いざ舞台に上がると緊張した。でもお父さんを思い出すと勇気が出て何でもできる気がした。さ、出番よ。はい。ハローみんな、カッパの親分じゃん。あの、そうです、私のトールのルーを取ってルールーって小さい時から呼んでました。じゃあ今のルー大島という芸名の名付け親ということですか？そうですね。もう不思議ですよね。私も大島トールでやろうと思ってたんですけど、なかなか間違えられちゃうし読めなかったりするんで、でまあ30過ぎてじゃあもう一回頑張ろうっていう時に名前変えようと。で一発で一回見てすぐ分かるような名前ということでルー大島にしたんです。あ、なるほどね。
日本人離れしたというか大陸的な父で、非常に子供には優しかったですね、小さい時は。それから音楽が非常にできる人で、ピアノだとかアコーディオン、ハモニカなどを奏でて人を楽しませる、そういう父親でした。家族で旅行かなんか行くと、そのクラブかなんかでちょっとバンドが入ってると自分が率先してちょっと歌わせろって言って歌っちゃうような人でしたから、だからこっちはちょっと恥ずかしかったですね。うん、それと小さい時からハグされたり、ほっぺにキス したりとか、そういう、その当時、今から50年前ぐらいに日本ではそんな風習はなかった時代に、そういうことを平気で可愛いと思うと、それをこう、うん、ボディで表現しちゃうんですよね、体で。それはまあ嬉しい反面ちょっと嫌だったですね、子供心に。父親のそういうなんていうのかな、 DNA も自分自身の中にはもちろん入ってるんだけど、出会ってきた中でやっぱりその父親という存在が非常にその理屈ではこう語れない、人なんですよね、僕にとって。でこうだからこうだってリズムで話してもそこをこう分かってんのか分かってないのか、こうちょっとずれて頭に入る人だったんで、だからこの人は強人なのか天才なのかなんてちょっと小さい時思ったことありますけどね。いや懐かしいな。こんにちは。昔ここで住んでたんですよ、私。この前テレビ見ました。あ、そうですか。お蕎麦屋さんに来たの。ええ、ああ砂場っていうね、はい、よくカレーうどん食べてたんですけど、はい、頑張ってください。ありがとうございます。ずいぶん変わったな、こっちもな。ここなんですよ、懐かしい。ここが私の要するにファミリーの家でした。で、あそこの2階、今ちょっとなんかこう草が生えてますけど、あそこが私の部屋でした。今は違う方が住んでらっしゃいます。あ、永井さん、はい、どうもどうも、トールです。この人3年生ぐらいって来たな、私ここへ。ねえやだね、え、ね、お元気？え、元気です。はい、永井さん、そうだよね、ここずっと隣でね、うん、皆さんお元気ですか？はい。あ、そう、お父さんは、ね、うちのお父さん亡くなったけど。あ、そう、ここあれだったじゃない、塀があって、塀があったから、塀あって、ここ庭だったよね、ここ。ちょっとね。で、あそこの上から永井さんガラッと開けると、自分の部屋から開けると永井さんのこの裏になるんだよ。すると裏になると、あら、トゥーリちゃんなんて言いながらさやだ、今日みんないるの？いない。あ、一人なの？うん、あ、そうですか。今日ちょっと昔の思い出ということで、はい、テレビでよく見る。ありがとうございます。あ、うん、こんなちっちゃかったのにな、うん、こんなちっちゃかったのに、こんななんかずずしくなったねえ、まあ、ねえ、はい、頑張ってね。ありがとうございます。どうもすみません、ありがとう。なんか声がすんだと思って。何、私の声で分かったの？分かった小さい時から聞いてるから、うるさいトールの声聞いてるから。ああ、そうですか、どうもありがとうございます。そうそう、これ、ここここここ、うわー、変わってないな。ちょっと閑散としてるじゃない。もうね、子供ばっかりだったのよ、ここ。今子供がいないな。へえ。これはよく遊びましたね、ここで。これ何年前ですか？もうそうですね、かれこれもう40年ぐらい前？もっとか。そのくらい残ってその当時のまま残っちゃった。これその当時のままですね。
小さい時はこれが非常に大きく見えたけど、小さいんだ。この中ちょっと入ってみましょう。よいしょ。ああ懐かしい。その当時のまんまだね。でこれこう乗って、今できないけど子供の頃ここでバーンっつってジャンプしてこの柵を越えたんです。でここで何回も転んですりむいて、懐かしいな。だからまあドキドキはして学芸会は出てたんですけども、終わるとなんかこうやったっていうね、こう満足感みたいのがありまして、絶対いいなって思ったんですね。舞台の上に立つとなんかこうちょっと変わるんですよね、自分が。それが非常に快感だったですね、うん。でも一方で恥ずかしがりだったんですか。そうですね。ですからこう反面そういうところも非常にあって、その前の日はちょっとナーバスになったりはしましたけれどもね。でも出てしまうとなんかこうスカッとするんですよね。いや、まあそうですね、当時人気だった林家三平さんだとか植木仁さんだとか、テレビでおなじみだったんですけども、その人たちのなんかちょっと真似をしたり、そういうことをしてたような気がするんだけども、どうもすいませんなんてこう三平さんのギャグをやってたら友達がよく笑ってくれましたけどもね。そういう部分が人気者だったの？なんていうのかしら、やっぱりちょっと変わってたのかもしれない、今考えると。これお父さんの影響もあって、そうでしょうね。やっぱり DNA が入ってたんじゃないかな。仕事をしたって言うんですか。帳簿もろくに見ない、電話が鳴っても取ろうとしない。あなたはこの印刷工場の後を継ぐんですよ。そのためにこの子と結婚してここにいるんですよ。そのために結婚した、印刷屋になるために。そうですよ、俺はね、印刷屋になるために満州に生まれてハルビンで育ったんだ。トモちゃん、君は運命の印刷屋だ。なんてワンダフルライフ。あなたって人はどこまでバカな人間なんですか。お父さんにとっては本意だったんですか。
まあ生活ということとそれからやっぱり母を愛してたってことがあると思うんですよね。だけどまあ実質的にはあの父親があの専務取締役っていう肩書きだったんですけども、あのなんかこう商売に向くようなタイプの人じゃなかったんで、だから例えば帳簿一つつけられない、借り方貸し方のバランスだとかそういう経理関係っていうのも全然よく分からなくて、でそれは全部母がやってましたね。なんかこう給料が入ると気が大きくなっちゃって、あの非常にファミリーを愛する人だったんですけども、あのもうその給料のお金で、あの旅行カバンだとか自分のあの革のジャンパーだとかあの買ってきちゃうタイプで、でみんなで旅行行こうって言うんですよ。で母親があなたね、まだ子供3人いるのに、そんなあのいいカバンやジャンパー買ってきちゃってこれからどうするのみたいな、うん、ことで、あのいざこざがあったっていう話は聞いたことあります。金銭感覚に疎かったんですか？疎かったですね。それはどういうことかっていうと、やっぱりその坊ちゃん育ちで、あの子供の頃は何一つ不自由なくあの育っちゃったもんだから、お金が入るとやっぱり使いたくなるんじゃないですかね。ちょっとお金がなくなっちゃうと、だからまあ陰でおばあさんに、あの私の おばあちゃんにあのお金まあ借りてたんじゃないですかね、母親は。お母さんもだいぶ苦労された。まあそういう意味ではね、あのあったと思うんですよ。であの非常に私はあの小学校の時あのもう本当に愛されたんで、あのうちのファミリーがすごいこう日本一幸せな家族だなと思ってたんですけども、あの時々やっぱりこの夫婦のいざこざみたいなのがあの家の中であるとちょっとビクビクしてましたね。で子供心にああこれまずいなと、うん、で父親につくべき、あのもしかしたらこの家庭が壊れちゃうんじゃないか、で父親につ つくべきなのか母親につくべきなのかって子供心に僕は思ってましたね。欲しかったんだろう。うん。チューニングってんだ。よし、さあ弾いてみろ、ルー。マイさん、レッツプレイザギター、マイさん、ルー。何になりたかったの？そうだな、小説家みたいなもんかな。なればよかったのに。なりたいものになれるような人間なんてこの世にいないさ。
父さんはどんなところに行きたがっていたんだろう。そこがどんなところか僕には分からなかったが、父さんはそこには絶対に行けないんだと僕は思った。何してるんだ。絵を描いてんの。うん。なあトール。何？こんなこと言うのはまだ早いかもしれんが、お前がここを継いでくれるんなら、たとえ潰したってこれは本望なんだ。でもお父さんが。お前が跡取りだ。血がつながったお前が正当な後継者なんだ。銀行行ってくるから。もしもし。は？面付けですか？あ、ちょっとすいません。今係の者が。おい、おい、誰か。もしもし。あ、お電話かかりました。はい、大芝印刷でございます。あ、毎度ありがとうございます。お世話になっております。はい、面付けですね。はい。はい、承知しました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。失礼いたします。おじさんからも必ずお前は印刷屋の長になれって言われるのがくでくでしょうがなかったんです。なぜそんな子供の頃から自分の将来を決められなきゃいけないのかってね、レール引いてその上で乗っかって進むっていうことは全然レール引かれてないよりは優しいわけじゃないですか。で私はそれが自分で向いてると思ったらそれはいいと思うんですね。その家を継ぐということ。ただ自分ではそれ以上に夢があったので違う職業の方に比重が高かったんですね。だから親のあるいはおじいさんの引いたレールの上で一生を過ごすよりは苦労しても自分で気づいたレールを作ってそこに乗っかって自分の人生歩もうと思ったんです。だからそれは非常に普通では考えられないと思うんですよ。普通だとやっぱりそれの方が安定するし確実だし生きるとしたらそうなんだけど、今私の人生振り返っていろいろ紆余曲折あったんでございますけども、それを全部振り払ってゼロからやったっていう感じですね、だからそれはそれなりに大変でしたけれども。何度言わせるのよ。あなたは小説家じゃなくて印刷屋なのよ。いくらお酒飲んだって変わるわけないでしょう。 That's right。 俺はね、印刷のことなんかまるっきりわからない印刷屋ですよ。正当な後継者でなくて幸せでしたよ。言ってるのよ。あなたが継ぐんじゃないの。あなたがここを支えてトールに受け渡していくんでしょう。トールまで印刷屋にしようってのか。印刷屋のどこがいけないっていうの。そんなこと言ってるんじゃないよ。ライフだろう、生き方だろう。家の事情なんかよりもね、自分のライフだろうがよ。じゃああなたもちゃんとライフを全うしてよ。これ以上私やトロたちに恥ずかしい思いさせないでよ。
酒くれ。あなたに飲ませる酒なんかないわよ。なんだと。何よ。もうやめて。お父さんお母さんも大好きなんだから、もうやめて。トール、ごめんね。トール、なんでもないんだから。やばいさ、トール。その日、僕はお父さんのようには絶対にならないと自分に誓った。なりたいものになれる人間なんてこの世にいないさってお父さんは言うけれど、僕は絶対になってやると思った。絶対になりたいものに。31ぐらいだったと思うんですけど、おじからお父さん亡くなったよということでしたね。でまあその時の感情というのは何とも言えない感情で、まあ私の妻もその場にいたんですけど、号泣してしまいまして、ある意味でちょっと心の中で憎んでた部分もあるんですけども、やはり子供の頃のいい思い出も蘇ってきて、でとっても優しい人だったんだよっつって、妻の前で私は号泣して泣きました。ありえない話ではあるんですけど、もしも今お父さんと会えたら何をしたいですか？まあ54になりまして、若かりし頃の自分ともまた考え方が随分変わってきましたので、
ぜひ父の、の中にあったこうモヤモヤを聞いてあげたいなって思いますね。まあもちろん最初会えばハグすると思いますけど、今でもお父さんを思い出す時ありますか？そうですね、たまに夢に出てきたり、その夢もなんて言うんでしょうか、楽しかった時の夢ですよね。母親と仲良かった時の、なんだうまくいってんじゃないかなんて思って、ほっとしてパッと目が覚めた、あ夢かなんて。だからその私の心の中では良かった時代の思い出がやっぱり残ってるんでしょうね。やっぱりその自分が、まあ、少年時代こうやっぱ傷ついたり両親の不仲っていうのはすごく嫌なんで、子供たちにはそういうような経験をさせたくないなって思ってずっと来てますね。僕の心の中に何かあるんじゃないですかね。でこの間たまたま休みの時に親父釣り堀行こうって言って2人で釣り堀行きました。高校生なんですけどね、下の子は高校3年なんです。炎天下の中2人で釣り堀で、いろいろ語りながら、結局私が勝ったんですけどね、1匹取れて、父と息子っていう関係とちょっと違う、そうですね、友達みたいなところ。もちろんその父は一人ですし、私にとってはそうですね、私を作ってくれた人ですから。ありがたいと思ってますけど。50年ぐらい前からこの畑遊び、こんな遊び場だった。いくつなんだ、小学校何年？4年。君、富沢小学校？はい。ちょっと待てよ、富沢小学校？はい。富沢小学校だよ、知ってた？知らなかっただろ。知らなかった。大先輩だよ。君がこの世に生まれる前から富沢小学校知ってた。先輩っつってくれる？先輩。後輩なんだよ。じゃあ握手しよう。あ、なんだ、同じ小学校だ。なんか昔の私を見てるようだよ。そう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 。あ、永井さん、どうもどうも。こんなちっちゃかったのにな、こんなちっちゃかったのに、こんななんかずずしくなった。理屈ではこう語れない狂人なのか天才なのかなんてちょっと小さい時思ったことありますけどね。あの子は類似やなママ。